はい。ふっふん、どうだ。これで2点差だね。やっぱ来てるんかな。そんなことを言い合いつつ、俺たちはシーノの背中を、そんなことを言い合いつつ、俺たちはシーノの背中を見送るのだった。あ、これ来てんのかな。シュートのフォロースルーのまま、ミキが自慢げに言ってくる。はあ、はあ、どんなもんです。そしてこちらは運動神経があまりよろしくない中手川。とは言っても試合の邪魔になっているわけではない。むしろ苦手なりにいい働きをしていた。特に俺に対するシーノとのツーマンディフェンスはなかなかのものだと思う。あ、来てんねんな。どうだも何も。3対2なんだから、いい勝負になるに決まってんだろ。人数のせいにするなんて、小さいですね、榊先輩。煽り力高いな。なんだかんだ運動神経の悪くないシーノが、少しだけ息を弾ませつつ、千尋にボールを投げて渡す。なあ、健康的やもんな、足が、ね。ちょっと女子にキャーキャー言われてるからって、調子に乗らないことです。なあ、めっちゃ嫌いやな、千尋。乗ってねえし。うん。格の違いを見せてやろうぜ、辰巳。おうよ。片手でバスケットボールを握りつつ、不敵な笑みを浮かべる千尋。まあ、努力するよ。うん。ん、はい、どうしたのアイナ。バスケしてんの、うん、5人に増えてるよ。あ、ほんとだ。これ仲間か。よく見たら琴音じゃん。はぁ、うん、あっちに怖いな行ったってことは。ねえ、マユやばくない。いやー、こうなってくると嫌やな。どうしよう、根津先輩にどう言えばいいのよ。根津先輩って誰や。何考えてんのよあいつ。あー、これあれかな、根津先輩っていうのが千尋のこと好きで、なんか狙ってたのに同じそのグループやった琴音が言ったから、おい何してんねんってことなんかな。どうなんやろうこれ。嫌やな。ん、琴ちゃんどうしたの。教室の方、うん、あー見られてんのね。あー、気にしない気にしないね。はい、よし、作戦会議終了。張り切って行ってみようか。はい、辰巳さんのロングシュートに警戒ですね。中手川先輩、はい、作戦をバラしたら意味ないですよ。シーノのツッコミに、顔を青くさせる中手川。そんな中手川を励ますような笑みを浮かべつつ、肩を軽く叩いてやるミキ。なんだかんだで女性陣がうまくやれているのはいいことだった。いや、よかったな。あとは千尋と仲良くなるだけやけど。そんで、新入りさんよ。うん。何か夏休みの計画のアイデアはないのか。この顔やめようや。また唐突ですね、坂木先輩。うん。カフェラテをすすりつつ、呆れたような視線を向けるし。私たちだとなかなかまとまらないんだよね。ね、ゆいちゃん。そうですね。ずっと考えてはいるのですけど。はい。千尋の言動が唐突なのは否定しないけど、実は4月からずっと考えてることなんだよ。シーノは何かやりたいことはない。そうですね、やりたいことですか。何でもいいんですよ、琴音ちゃんが面白そう、興味があるってことなら、はい、ピカピカ1年生の琴ちゃんなら新鮮なアイデアが出てくるかな。うん。そんな先輩2人の言葉もあって、シーノが自らの考えを口にする。ダンスチームを組むとか。すごいな。あー、流行ってんな。へえ。俺はテレビでチラッと見ただけで詳しくないけど、それにしてもダンスか。俺がやったことがあるのは、近所の盆踊りくらいか。いや、あれは厳密に言うとダンスじゃないか。こんな俺でも真面目に練習すれば結構物になったりするんだろうか。いやー、やっぱ若い子の意見は違うね。さすが琴ちゃん、うん、え、ダンスに決まりそうなの。俺ちょっと苦手やけど。はい、俺たちだと、シラス丼全制覇とかしか出てこないもんだ。シラス丼絶対嫌です、うん、あ、どうなんや、シラスが嫌いなのか、なんていうの、海鮮が嫌いなのか。琴音ちゃんはお嫌いですか。だって、うん、かわいそうじゃないですか。あんな小さな命をたくさん殺すなんて、うん、人間ってどれだけ残酷なんですか。いや、ま、そう言ったら食いづらいよ。そう言ったら、なあ、イクラとかもちょっと食いづらいよ。
千尋はそういう考えもあるのかという顔をしていた。じゃあシラス丼は諦めよう。 C の他にはあるかな。そうですね、あ、魚とか海は嫌いなんで。はい、東京へみんなで遊びに行くとか。へえ、ちょっとマジで楽しそうやな。あ、いいですね。でも中手川はちょっとそっち寄りなんちゃうかな。そうだね、違うの。本気で観光するなら1日じゃ足りないよね、うん、なんなら泊まりがけで。はい、同じ部屋にお泊まりですか。ときめきハプニングですね。まあ男女は分けなあかんねんやろうけどな、こういうの。いや、さすがに男女は分けようか。主人公が主人公がたまらず。東京なんて人が見えるようなもんだろう。女性陣に聞こえないような声量で千尋が俺に言ってくる。そういえば琴音ちゃんは東京に行ったことあるんですか。あのですね、はい、ここに住んでる私くらいの女子で東京に行ったことのない人なんていませんよ。琴ちゃんって結構東京に行くタイプ、うん、タイプっていうか、まあそれなりに服を買ったり、アクセサリーや雑貨を買ったり、ブログで紹介されてたお店に行って写真を撮って SNS にアップしたりですかね。その若者感がえぐいな。和コード感ですか。すごいですね俺も写真も全く撮らへんからな。みんなしてることですよ。なんか痛いわこれ。俺の心に刺さんねんけど。イケてる今時女子です。マジでな。はい、キラキラと目を輝かせている中手川に、そんな彼女に、困惑したような表情を浮かべるシーン。あの琴音ちゃんのような今時女子の間では今何が流行りなんですか。リリシー名してんな。中手川先輩すごい近いです。そのこのなんていうの、わかります。そのなんていうの、そういう意識してなくても近いっていうので、こうキュンってキュンってなるのいいよね。私も興味あるな。興味って言っても、高坂先輩はそのままで十分イケてると思いますよ。え、はい、それは私は今時女子になれないってこと。そうじゃなくて、はい、大阪先輩は今のままがナチュラルで可愛いと思います。あら、それは私にもわかる気がします。こう自然とモテオーラを漂わせてるんですよね。え、確かに。本当、私って無自覚な小悪魔系女子小悪魔かどうかはわかりませんけど、うん、私としてはむしろ高坂先輩がどういうメイクをしてるのか気になります。入れへんぞこの話は。ルールって割と普通だよ。私も気になります。お二人の女子力をぜひ伝授してください。どうなんやろうな、その元が可愛いと化粧はほんまにちょっとでいいかな。いやいや、何をおっしゃいますか。なんだかんだで男子はゆいちゃんタイプに弱いからね。いや、まあ全人類弱いタイプ、ね、中手川先輩ってスタイルいいですし、ね、何より純白って感じで染め替えがありそうです、はい、かっくんとか悪い顔してんな。最初ゆいちゃんにメロメロだったんだから。ほーん、そうだったんですか。あ、確かにな、そういう話やったな。5月の切ない恋物語聞いちゃう。そういや、あったわ。何か今不正確な情報を耳にしている気がする。そんな風にして盛り上がっている女子さんにを前にして、はい、なあ俺たちって意味あるのかね。なあ、一言も入れへんかったな。かといって席を立つと怒られると思うよ。まあでもよかったじゃん。何が。はい、女子たちはうまくやれそうで。お前のそういうとこ羨ましいわ。ほい、千尋は遠い目をしているのだった。キャッキャとメイクやファッションの話題で盛り上がっている女子さんに、その中の単語の半分は俺たちの知らないもので構成されている。これに付き合うのが男の仕事ってことじゃね。付き合うっていうか取り残されてるだけって気がするけどな。うん、そう言ってから千尋はぬるくなったコーヒーを静かにすする。うん、父さん。そして厨房からはミキの親父さんが励ますように俺と千尋に向かって拳を突き出していた。この親父さんいいな、なんか優しいよな。そういやミキの家の男は親父さん一人だった。こういった展開には慣れているというか慣れざるを得なかったんだろう。親父さん、お姉ちゃんやな。コーヒーもう一杯。はい、あ、俺も次の一杯は。そうですか、あざっす。
女性3人とよりもミキの親父さんとの絆の方が強くなったある日の夕方だった。いや、よかったな。はぁー、マジマジっすか。おい、いいんすか、いいんすか、マジで。ちょっと、もうカーソルは合ってるけど、C の小曽根さんから行かせてもらっていいですかね。この二人は後で行こうよ。ちょっと楽しませてもらいますよ。ちょっと緊張で言葉もカミカミになってますが、C の小曽根さん、よろしくお願いします。別に、いいですけど。おお、かわいいな。ちょっと口角がえぐいぐらい上がってるな。なあ、シーノ。バスケで戯れるいつもの昼休み。隣に座るシーノに勤めて穏やかな口調で声をかけるのだが。何ですか？うわぁ！今忙しいんでほっといてください。かわいい！かわいい！ああ。いやぁ、こんな、こんな人生になりたかったな。ほんまに。はい。そっけない返事が返ってくる。取り付く島もないというのはこのことだろう。ですよね。全身が出ると思った。いや、完璧じゃない？この夏の風景を一枚切り取ったかのような、このね、そのここがいいよな、やっぱ。わかります？いや、いいな。これ。見っけたぞ、俺は。え？っていうことはさ、え？これ肌着？この絵描いた人はさ、なんでここを肌色にしたんやろ？やっぱ下着は、下着のみ？え？着てないの？マジか。え、やばいな、可愛いな、ほんまに。この一枚マジで好き。これ、デスクトップにして。あ、そうなんですね。あ、ごめん。読むの忘れた。シーノが使っているスマホって俺の持っているやつの最新モデルだよな。はい。それに対して、あ、そうなんですね。うん。こちらを見ることなく、気のない返事を続けるシーノ。同じベンチに座っているが、俺たちの間には二人分ぐらいの距離がある。別にカップルのようにくっつきたいとは思わないが、この距離感が全てを物語っている気がした。シーノってタップするの早いんだな。シーノの親指の動きはよどみなく慣れたものだ。そうですか？普通じゃないですか？うん。普通かな。先輩が遅いだけだと思いますけど。かわいい。そうかも。困った、話題がない。特に俺自身コミュ力に欠けているとは思わないが、ここまで袖にされてしまえばどうしようもない。無視とか拒絶まで言っていないのは幸いかもしれないが。お二人とも接戦ですね。泣いても笑っても、あと3ゲーム、ファイトです。なんか、あれやな。その、切り取り方としたら、昼休みの時に、こう、中手側は二人のバスケ見てて、二人はバスケしてて、残された二人ってことか。隣のベンチでは俺の心の内を知る由もない中手側が、ワンオンワンでじゃれ合うミキと千尋に声援を送っている。はぁ、どうしたもんかね。うん、中手側の声に惹かれるように、俺の視線もまた、ミキと千尋に注がれる。あれ、そういえば辰巳、放送部は大丈夫なのか？ほう、放送部。俺の視線に気がついたのか、千尋がそんなことを口にした。もちろん彼の視線は相対するミキに向けられたままで。曲リスト渡して後輩に任せているから大丈夫。おいおい、それでいいのかよ。たっくん、職務放棄は良くないね。てか、放送部やってんの？とは言われても、こちらにはそれなりの理由がある。今日俺と一緒に放送室に入る予定だったのは後輩の男子と女子が一人ずつなんだけどね。あ、私、わかりました。何がわかったんよ。ビシッと挙手してから立ち上がる中でが。そのお二人は恋人同士なんですね。辰巳さんは二人っきりの時間を作ってあげようと。うん。あ、惜しい。その一歩手前。男の子が女の子にアプローチ中？なるほど。そんな感じ。前から気になっていた相手で、その子を追いかけてうちに入学してきたみたい。よーるわ。つうことは、放送部員になったのも？うん。その女の子となるべく接点を持つためじゃないのか。若いというか、なんというか、一学年下というだけなのに、その行動力には感服する。というわけで、その後輩の遠回しなお願いに応えて、今日はここにいるって。たっくんってば気が利く。はい。先ほどまでの評価を180度転換し、俺に笑顔を向けてくるミキ。及川先輩って、
放送部だったんですか。お、食いついたな。シーノも俺に意外そうな表情を向ける。少しだけこちらに興味を持ってくれたようだった。そうだけどまだ話してなかった。毎週こだわりのプレイリストを流してくれるからな。シーノも聞いたことあんじゃね、うん、それじゃあこの間のミスブルの配信限定曲とかも先輩が。え、この表情めちゃめちゃ可愛くない。うん、可愛くない。これそのセーブデータに邪魔されたけど、めちゃめちゃ可愛くない。この表情やばい。天才がいるぞ。ギガさんに天才がいる。はい、ミスブルとは、若い女性に人気のおしゃれ系バンド、ミスブルーアップルの、略称だ。出てくるの。いや、それは確か3年の部長の選曲だと思う。ちょ、マジで、その、俺の手柄にせえへんの。偉いな。俺個人は別にミスブルを嫌ってはいないけど、特に好みではないという感じだ。でもシーノみたいな女の子に人気があるのはわかる気がする。癖のないサウンドだし、なんたってバンドメンバーのルックスが揃いも揃って洗練されているの。たっくんが主に担当するのは木曜日だもんね。はい、そうだね。今日は手伝い程度だし。木曜日？なんだ、あの変な曲ばかりかけてる日ですか。やめてくれよ。おい、もうちょっといい CG やねんけどな。シードは急速に興味を失ったのか、俺から視線を外し、再びスマホをいじり出す。うん、俺ってそんなに変な選曲してるのかな。これを機会にプレイリストを見直してみるのもいいかもしれない。そういえば、たっくん、あれまだ返してなかったよね。何ですか。器用にドリブルをしつつ、ミキは話題を変える。あれって、何のこと。あれだよ、あれ。幼馴染なんだから通じるでしょ。はい、以心伝心というやつですね。伝わってんのかな。さすがに幼馴染でも厳しいだろ。あれだよあれ、あれだよ。一週間なんだっけ。はん、レックスルーで血色を抜こうと試みるミキだが、その行動は簡単に読まれてしまう。一週間って、ああれか。ようやくミキが何を言いたいのか理解できた。返すのはいつでもいい。了解。それにしてもあれ面白かったね。この3人の時に2人の会話したら入れへんやん。3人どうすんのよこれ。いつも俺気まずくこっちにいるわ。どうやらミキのお眼鏡にかなったらしい。自分が進めた作品を気に入ってもらえるのは何よりも嬉しいことだと言えるのだろう。え、及川先輩って一週間アミーゴ読んでるんですか。うん。そして何を勘違いしたのか、シーノは再び興味を持ったかのように身を乗り出した。いや、及川先輩が少女漫画読んでいるのはそれはそれで気持ち悪いですけど。そんなこと言うなよ。いいセンスしてるじゃないですか。このなんかなんやろな、興味持ったり興味なんていうの、このシーノの手のひらでな、転がされてる感あるのすごいいいよな。な、心地がいいよな。一週間アミーゴって確か今大人気の少女漫画だよね。一週間アミーゴじゃないんやろうな。これは好きな男の子が、スペイン人で、主人公は一生懸命スペイン語を覚えるんだけど、なぜか一週間経つと覚えたことを忘れてしまうという切ないラブストーリーだとあらすじくらいは聞いたことがある。あれやな、一週間フレンズやな。残念ながら未読です。だとしても気持ち悪いっていうのはちょっと傷つくぞ。あー、ことちゃん、一週間アミーゴじゃなくて、一週間後だったよ、はい、ほら有名なゾンビ映画でさ、ゾンビが走るんだよ。めちゃくちゃ怖くない。あの CG に戻りそうやな。正確に言うとゾンビじゃないけどね。未知のウイルスに感染し凶暴になった患者であって、あくまでも人間なのだ。ゾンビって。及川先輩悪趣味ですね。興味持ってよ。そしてまたもや興味を失ったかのようにベンチの端っこに戻るし。どうしてそんな映画見るんですか。面白いからや。どうしてって言われても面白そうだったからとしか。うん、もちろん普段の映画の素晴らしさに関して語ろうと思えばいくらでも語れる。プロット、カメラワーク、役者の演技、音楽の質だけど、そのどれもがどうしてその映画を見たのかという理由にはならない気がした。つまるところ根本的な見た理由はなんとなく面白そうだからということに尽きるのかもしれない。うん、そうですか。あれやな、なんか猫みたいな女の子いいっすよね。猫みたいな性格の女の子好き。スマホをいじりながら、
死の名前にし驚きの変わり身の速さだな勝手に興味を持って勝手に無関心になってよ。ほんまによ。呆れたような千尋のセリフに同意したいところだけど、個人的にはそこまで不快感はない。シーノにとってなし崩し的とはいえ、加わったグループは全員が上級生。多少なりとも警戒心や疎外感を抱いて当然だと思う。だからできるだけ早く警戒を解きたいんだけど、どうやら俺じゃ逆効果らしい。やっぱり及川先輩って見た目通りの人なんですね。どうしたん？シーノは、スマホ画面に目を向けたままそんなことを口にする。 BGM も止まったしな。見た目通りって言うと具体的にはつまらないって意味です。んなこと言うなよ。他に何がありますかと言わんばかりの態度。わあ、さすがにそれは少し傷つく。少しってところが辰巳らしいな優しいですからね。優しいね辰巳さんは。ほんまに、まあいろいろと言われているが、そこまでできた人間じゃないとは思う。だって変な曲ばっかり聴いてるじゃないですか。はい。たっくんがよく聴く曲っていうと、エロゲの BGM。 あんまりジャンルで縛ったりはしない。ロックもパンクもプログラムも聴くよな。あとなんだ、あ、AOR ってやつか。今思い出すと木曜日はすごいですね。こんな素敵な歌があるんだっていつも思います。風向きが変わってきたぞ。中手川のお褒めの言葉をいただいて少しだけ気分が晴れた気がした。あーでもプログレは昼休みに流すなんて先生から言われたっけな。どうしてそれって表現の自由の侵害ってやつじゃん。まあな、ご飯が食べにくくなるんだってまあなんとなくわかるけどよ。それなら、うん、ヘビーメタルはどうですか。元気になれますよヘビーメタ好きやな。あ、ヘビーメタルやな。そのヘビーメタはわかんねえやったか。それは、もっと言われそうな気がする。ほら、音楽も映画の趣味も変ですしバスケも下手じゃないですか。何か取り柄ってないんですか、うん、なんかすげえ責められてんねんけど。なかなかに辛辣な発言だ。だけどここまでズケズケと口に出せる性格は少しだけ羨ましいかも。どうだろうな、取り柄って言われてもね。取り柄か、うん、何かあるかな。そう考えてみるけど、これといったものが出ないのが悲しい。楽器だのスポーツだのやってみてはいるけど、どれも中途半端だ。確かに結局のところ俺はミキや千尋、中手川とは少し違う世界にいる人間なのかもしれない。大体どうして高坂先輩や榊先輩と一緒にいるんですか。確かにね。シーノがうさんくさそうな視線を俺に向けてくる。スマホから目を離してくれたのは嬉しいけど、向けられる視線は嬉しい類のものじゃない。どうしてって言われても友達だから。友達そう思ってるの及川先輩だけじゃないですか。超辛辣やん。え、あんまり言いたくないですけどおい、及川先輩だけ浮いてますよ。クラスのみんなもそう言ってます。あの陰口を本人に伝えんといてくれるかな。ちょっと泣きそうやな。おい、シーノ、いい加減に。ああ、千尋が怒ってくれた。千尋が踏み込んでくるシーノを咎めようとするのだが、俺は片手でそれを制した。シーノがそう思うのは勝手だけど、俺はミキも千尋も中手川もシーノも友達だと思っているよ。そうですか。うん。シーノの、瞳の奥の輝きが揺らいだように見えた。千尋のようにあからさまに咎めようとは思わないけど、これ以上話を続ける気力は失せてきていた。さっきも思ったけど、俺はできた人間なんかじゃないし、それにシーノの言うことも全くの的外れというわけではないんだからたっくんの良さがわからないなんて、ことちゃんはまだまだお子ちゃまだねと。お、隙を見せた千尋を抜き、綺麗なジャンプシュートを決めつつミキが言った。ミキさんの言う通りです、うん、体優は強なるがごとし、体験はグーなるがごとしですよ、うん。中手川も乗ってきてくれ。辰巳さん、今度その映画貸してくれませんか。ぜひ。ああもちろん。フォローしてくれた中手川へのお礼としても、もちろん同行の死を増やすという意味でも貸さなければならないだろう。高坂先輩と中手川先輩はそうなんですね。そうなんですねで。お子ちゃま扱いされたのがムカついたか。違います、勝手に決めつけないでくださいまだまだこのツンツンが来るね。その俺をすげえ言われたけどな、このツンツンも結局最後はこういう子は最終的に裏返りますから。このツンツンも今はね、そのピリリとそういう唐辛子的なところですよ。結局は旨味に変わってくわけですからね。全然もう無傷よ俺は。
チヒロは足元に転がってきたバスケットボールを片手で掴む。お前が言う辰巳のイメージも勝手な決めつけなんじゃねえ。シー君、これは、シーノが遠慮がちに俺を見た。その視線にさっきまでの決めつけや無関心といった感情は感じられない。まあまあ二人とも、これから長い付き合いになるんだからさね、チー君。はい、なるのか。なるに決まってるよ。ほら、チー君来てー。ミキがあえて間延びした声で千尋とのゲームの再開を宣言。コトちゃんはしばらくここにいて、たっくんのこと近くで見てたら、ちょっとはイメージ変わるかもね。はい。そうですよ。及川先輩とか見てても何も面白くないです。まあいいよ、もう俺が一方的に見るから。この廃棄な後輩は憎まれ口を叩きながらも俺の方にチラチラ視線をよこす。かわいいな。あ、さっきより少しだけ優しい顔してるかも。かわいい。俺はそんなシーノに自然な意味を返せてただろうか。いやーいいね、この進むよ、飯が。飯が進みますけど、あれね、一回ちょっとごめんなさい、戻りますよ。